こんにちは。2024年8月31日、ソウルエクスチェンジ。えー、私自身の手持ち、その差もあって、あのー、個人の感想で語っていきます、えー。まず結論として、今回は見送ることにしました。えー、ソウルエクスチェンジができないじゃなくて、見送ることにしました、えー。それでは語っていきます。 今回、まずざっくりとですけど、10、15、20で、そうなんだと。あの、欲しいなと思ったのが、コンスタンスやフリップだったんで、あの、15英雄扱いなんだなと思っちゃいました。えー、では見ていきます。えー、ロシュフォール。マナ普通で、えー、アタッカー。 ロシュフォールは誰と組ませるのか。このマナ普通のロシュフォールが攻撃して、その後他の英雄で、その英雄につける、あの、兵団、そういうこう、狙うところ、こう、ロシュフォールを起点にチームを組める、そういう、こう、使っていて、こう、使用者のプレイスタイル、 そういうのが問われる、えー、面白い強い英雄だなと思っています、えー。そういう英雄好きです。グオワンさんは戦争防衛でもよく見かける嫌、えー、なやつですよね。嫌なやつっていうのはもちろん褒め言葉です、えー。報復もあって戦いづらいなと。ヒュプノスは、えー、登場したときは あ、スティックスってこんな強い英雄が出てくるんだって話題になりましたよね。えー、そのヒュプノスが、えー、今回ソウルエクスチェンジに登場です。セルは硬いなぁと。ザンドレラは、これはヘンゼルの上位交換って言っていいんですかね。 えー、次は15英雄見ていきます。えー、ベッキー,、えー。マナチャージ2で使った時に、マナ生成アップじゃなくて、マナ増加なんがいいよなぁと。コンスタンスは、えー、マナ速でアタッカーで回避。このマナ速で回避ってのが好きで、えー、コンスタンス欲しいです。フリップ。 えー、まんな普通で回復して、えー、仲間全員がバフ無効化、さらにクリティカルアップ。この、補助としてなんて優秀なんだ君はと、その、二色チームなんかでも使いたいなと思いました。えー、タンナトスは、えー、青の回復英雄アーチも戦争で、 えー、マナ速で全体攻撃でえー、この命中率ダウン10%がこのマナ速のアーチにとって小さいなとこのバフ無効化のためにたびに150%ダメージっていうあのすごい嫌がらせを持っているくせに この命中率たった10%ダウンで許すんだと思うぐらい、えー、スプリングファミリーの中で、えー、際立って強いなと思っています。スプリングの中でも登場したんが手前ですよね。えー、では、アコニアマナソクで、えー、黄色属性に強い、えー。ターゲットと黄色属性なんで、例えば、えー、青いユ 攻撃しといて、で、持って、相手チームにいる、えー、黄色属性をついでに攻撃する。そういう使い方でいいなと思います。えー、ネメシスは、とっても意地悪。えー、今回、グオワンさんといい、えー、意地悪な黄色が、いいなと。 ゼノミアは、えー、変容なんで、えー、タイタンに良さそうだなと。えー、ユディオスは、えー、マジックファミリーなんで、まあ、あのチャージによって能力が変わりますね。ディードリア、えー、私は3-70で止めています。ただあの、このブーストミニオンが、えー、相手の防衛にて思ったよりも鬱陶しいなと。 私ももうちょっとリードリア育てようかなって悩んでいるところです。というわけで今回は欲しさで言うとコンスタンスやフリップが欲しかったです。ただ全体を見てあと一本何か まあね、えー。次回のソウルエクスチェンジに向けて今回は見送ることにしました。えー、あくまでも個人の感想で話しています。ではでは、えー、何かの参考にしてなればいいなぁと。はい、ご視聴ありがとうございました。